行政改革大臣がああハンコ文化をやめようとえファックスもやめようということを行革で発表がありますそうすると町の委員会屋さんは大変ですよねそして文房具店も大変なんですねそんな時にどうしたらいいかというのがこの兼業の勧めというんですねえ私たち印刷会社は機械設備があ まだあー稼働を上げたいわけですね、えー、印刷会社も得意な仕事不得意なとしとく仕事がたくさんありますそれを私たちはあ今100社のネットワークでこの仕事だったらうちに頼んでほしいなこの仕事だったらうちは得意ですみたいなところが集めてありますそしてまたその右側には、えー、ランニングページだったらあペライチだったらうちが得意です えー、ワードプレスで作るんだったらこうです。通販サイトだったらうちがやりますみたいな人たちがあプリントカフェとそれからあークリエイターズカフェというのが用意してあるわけですね。えー、印鑑屋さんもそれから文具店も街のいいところに路面にお店があるわけです。でもそこでのハンコの売り上げはあ特殊なものしか残らないわけですね。そんな時に えー、例えばあいさ状だとかパンフレットだとかチラシだとかあ頼まれた時には私たち、えー、プリントカフェのメンバーとクリエイターズカフェのメンバーが Zoom でつな、えー、がることによって、えー、窓口営業をしてくれる皆さんをあーあのパートナーとして募集してます。えー、加盟金とか保保証とかか研修費は とりあえず100店舗までは無料キャンペーンという動きをしております。ぜひ、このメッセージの後ろに、プリントカフェ、それからクリエイターズカフェの説明も出てきますので、そちらの方をじっくり見ていただいて、できれば全国でこのスマート印刷館という名前をつけておりますが、スマート印刷館を 全国に広めて地域の活性化に役立てたいと考えております。